戦してもらってタイムで競いたいと思います。短かった人が勝ち。そう。じゃあまずじゃあセイラちゃんからいっときますか。セイラちゃんの挑戦です。よーいスタート。で学校でできる、はい、早い。もう通したの。もう本当は一発で通してたんだけど抜けなかったな。6秒マジか。これ絶対1位無理や。あとでママもやってみる。やってみる。よし、じゃあ私だ。はい、ここみちゃんの記録は何でしょう。いいですか、はい、よーいスタート。どうやったら入るのこれ。なるべく縁こまじこの辺、うん、やりやすい。せいちゃんめっちゃ脅威の速さだったね。せいちゃんね。とりあえず3分過ぎたのでタイムオーバーです。終了。はい、続いてのチャレンジはリココちゃんです。初挑戦だからね2人ともね。広がってるね、ちょっと。入った。1枚入ったけど。あと30秒しかないよ。あと30秒しかないよ。残り30秒。でもあれは見せてないから。再チャレンジできそう。できそう。いや、ゆうここちゃんできなかったけど、ここみちゃんもできなかったから、うん、ね。はい、ただいまの結果、せなちゃん6秒、ここみちゃんとりここちゃんはタイムオーバーでした。はい、はい、続いてのチャレンジ、イエーイ。はい、せーの、ドン。あら、ぴたり 100g を狙え。イエーイ。じゃあまずこれさ、うん、どんだっけ、鉛筆を置いたら 100g になるでしょうかっていうのでね。なるほど。なんかいろんな人を参考にしてみる。いや、見ちゃダメだよ。そうですか。挑戦者、リココ。全部いっちゃうの？全部いっちゃう。いいよ。100g だよ。100g だよ。まあいいや。鉛筆軽いから。ああ、やめて。いや、なんか1本残ってたから。見てみちゃうの？せーの。見ちゃダメだよ。見ちゃダメだよ。リココちゃんはこちらです。続いての挑戦者はココミちゃんです。はい、何本くのでしょうか。リココちゃんは全部置きましたけど。これぐらい重いかな。 100g って結構軽くない？ 100g は軽いよね。軽いか。歩いてってもあれだけどね、うん、じゃあこれぐらいいいですか。おー、落ちました、落ちました。ココミちゃんはこちらですね。続いてセイラちゃんのチャレンジです。果たして何本押すくないでしょうか。軽いでしょ。多すぎたかもしれない。押してみましょう。おー、お願いします。はい、軽すぎた。じゃあみんなで見てみましょう。はい、せーの。うわー。40です。おー、40。はい、この中にピタリ賞はいません。いや、誰がつくかな。私はないな。ちなみに全部置いたリココちゃんは160でした。おー、結構重いですね。そしてココミちゃんは70でした。おお。なんでココミちゃん減らさなかったら合ってた。いけたかも。もう最悪。ピタリ賞がなかったからもう一回戦。イエーイ。もう分かったね。参考にできるな。はい。はい、リココちゃんからどうぞ。
えー、もうやばいじゃん、私じゃん。全部また全部あ、これはなし。2個2個はね。え、また全部のせ近い。続いて、かこみちゃんです。さっきのしてまたやってる。これぐらいでいきます。こちらですね。じゃあ次は、あー、ちょっと多すぎた。せいらちゃんです。あー、もうこれでいきます。8、7 はい、せいらちゃんはこちらです。では、せいらちゃんの答えこのまま見てみましょう。はい、せーの。わしいです。結果発表です。はい、りここちゃん120。おお、あ、結構惜しかったね。惜しいね。惜しいよ。惜しかった。そしてここみちゃん70。またまたですか。少なかった。80っていうことで、また二人賞がいませんでした。残念。続いてのチャレンジはこちら。この中にママがキョロちゃんのスーパーボールを隠したいと思います。はい、当ててください。はい、一人ずつの挑戦でいきたいと思います。はい、全部なんか見てみて。ダメです。1個選んだので探す。なかったらおしまい。そうです。あはい、いいですか。この中にスーパーボールが隠されています。でしょ。ねえ、わかった。わかんないんですけど。マジで？そんな人？絶対わかるでしょ。絶対わかる。はい、どれですか？これ？はい、どうぞ。じゃあ探ってみてください。当たらなかったりここじゃもう一回選んでください。いいよ、選ぶ。さて、どれを選ぶでしょう。オレンジ来ました。ない。だーねー。はい、この2つのどちらかです。さて、どっち。私もね、分かんない。でもこっちだと、私もこっちだと思う。さて、リココちゃんマウスピンク行きました。チャレンジャーは、はい、アジャセ。はい、アジャセ。セイラちゃんはこちらです。セイラちゃん一発一発で当てられるのでしょうか。これ、それいきます。ほう、何もないやつ。何もないやつ。あ、できた。アジャセ、今回怪しいの。あー、すごい。セイラちゃんさすがですね。はい、リベンジです。ね、ママとリココちゃんとココミちゃんと3人で入れたのでリベンジです。はい、セイラちゃん当ててください。これいきます。オーピックですか。よっしゃ。あ、あった。なんで、なんでわかった。なんかここら辺に埋めてる感じだった。はい、どれに入っているのでしょうか。オレンジですか。戻した。戻すの誰なんですか。赤です。白ですか。緑ですか。これにする。ピンクですか。いや、ちょっとやってみようか。緑いきましたね。はい。次か。あれ？
わかるの。なんでわかるの。押せたかな？